皆さんこんにちは、くるみ澤ひろこです。今原宿に来ています。ちょっとね風が強くて花粉症の私には辛い日ですが、これ長年放置していたこのボッサボッサな髪をですね綺麗にしていただこうと思います。まあ、ビフォーアフターをお楽しみに。それでは行ってきます。切り終わりました。すごいね、ここまで短くなっちゃったね。ショートスタイルになったのは、あれは私が24歳の時にヘアサヤンでニューヨークに行きましたね。その時にむしゃくしゃしてえいってまあ、ジョリジョリってちょっとね刈り上げをしてベリーショートにその時は。ギターの髪もボサーっとねあった髪も、まあ、必要な方に届けられたらなと思いまして、ヘアドネーションをしようと思います。綺麗にしてくださって、こんだけ素敵な気分にさせていただいたので、